マーケットカーです。ゴコビジです。お願いします。お願いします。今回のですね、みんな前のみりです。そうですね。もうプロ野球といったら醍醐味あるじゃないですか、いろいろ。今回ですね、プロ野球の醍醐味、はい、乱闘について。最近やったな。ないね、本当に。怒る子がいないもんね。あ、いますか今。だって、はい、星野監督が第一次政権の時に、まあ、中日の時にね、宇野が挨拶しなくなったんだよ。俺同級生なんだ、宇野が。で、おーとか言ったら、こんなのあるんだよ。お前何してんのって言ったら、挨拶したら怒られるんだよ。いや、だからもう完全な敵だと。やっぱ戦うグラウンドなんだから、はい、もう挨拶なんかしなくていいみたいな。話すなって。星野さんの教えだった。教えだった。うわ、まあまあ、でもそれは一つ分かるけどね。やっぱ戦いということでさ、なんか友達だからっつってさ、こうちょっと緩めたり、気持ちを言うことっていうのは良くないことじゃない。でも今その WBC だとかさ、まあ、いろんな大会に出ていくじゃない、でみんな仲良くなってるよね。だって当てたピッチャーがさ、バッターに対して LINE かなんかで、昨日はごめんねみたいな。そうなんすか。打つやつがいるわけよ。いや、そしたら乱闘なんか起きないよ。確かにそうっすね。昔の乱闘はひどかったぞ。すごかったっすよね。ピッチャーがボールぶつけるじゃない、デッドボール。で、ツーアウトランナー一塁で、ブリックスっていうやつがヤクルトの外人でいたんだよ。で、俺がセカンド守ってて、ツーアウトだよ。サードゴロ田代さんが取って、フォースプレーでセカンド投げてきたの、俺のところ。そしたらもう何も起こらないわけじゃない。もうそうですね、それで終わりですから。ほんで、パーンと取って行こうとしたらさ、足払いでバーンとひっくり返って、いや、それゲッツー崩しに来てるぞって話は分かるよ。ツーアウトだからさ、こんなやろうと思って、すぐ立ち上がってボールぶつけようかなと思ったけど、ちょっと理性が働いたんだ。これぶつけちゃいかんと思って、押したら、そっからボッコボコだよ。え、こんななっちゃった。井上さんが俺がボコボコかい。でも、もうぶつけとけよっていう話じゃない。いや、そしたら、なんかみんなうわっとこう囲まれたんだよ。だから俺もうみんなの下敷きだよ。だから誰かに引きずり出されてさ。下裸だったんですか。いや、裸じゃないよ。誰が嬉しい。いや、もうそんなんで、ボッコボコなんて記憶がないんだよ。いや、そんで出されて、審判が寄ってきてさ、大丈夫かって言うかと思ったらさ、豊か、お前は退場だとか言って。なんで俺が退場やねんとか。で、二人退場だって。はぁ、みたいな。興奮されたもんだよ。なんで殴られて。喧嘩両成敗だって。あ、だからこの動作が良くなかった。あ、それを煽ったみたいな。そう、向こうは危険を感じて、投げる前にやらなきゃっていう危険を感じたんだからね。投げないやな。まあ、そういう話があって。それで、やっぱりひどかったのはブラックス。いやー、もうブラックスね、結構インサイドが打てなかったら攻められるわけ、はいはいはい、で、結構デッドボールが多かったんだよね、はい、で、ピッチャー誰か忘れたの、角だったかな、角いたよな、中日。結構前っすね。で、俺一塁ランナーだったんで、当たった瞬間に大きかけ出したからさ、あいつに殴られたらいかんと思って、なんでいかんと思ったかっていうと、あいつさ、鉄アレこうやるでしょ、ポンと置いてたんだよ。こんなとこ置いてとか言って、トレーニングコーチが直そうとしたらぎっくり腰になって。1個45キロだった。どのぐらいパワーがあったから、高麗かんと思って、ブラックスの背中から俺もうこうやってさ、お前ブラックスだってさ、バーンと飛びついたんだよ、止めようと思って。そのまま引きずられていた。何事もなく。あれ、俺何やってんの。ブラックスのマントみたいな。マントみたいになっちゃってね。いや、まあそういうこともあり。で、止めに入るじゃない。みんなやろうやろうって。で、一発ポーンって入るじゃない。そしたら、入れられた方が興奮するんだな。今までお前止めとったやんっていうやつが、お前ってやるやつね。血の気が多いな。あれって、そういう雰囲気になったら、行かなきゃいけないんですよね。そうそう、行かないと罰金とかもあるんですよ。だからブルペンから飛んでくる。すごいなぁ、今見合いっすもんね、本当に。まあ昔はね、やっぱね、激しかったよ。あれ何だったっけな、広島の外国人がホームのクロスプレーでブワーンって飛ばされたんだよ。完全なアウトなんだけどさ、飛ばされたんで、もうキャッチャーも負傷して交代して、で、次の打席、もうピッチャー狙いに行ってんの。
追いかけられた追いかけられたそいつはもう当てようと思ってたから、はい、もうとにかくこれの味方の仕返し、まあ、昔はあったなんか聞きますよね、うん、でそれで一塁にあのマイヤーっていうこう130キロぐらいあるやつがあったんだけど、そいつのとこ逃げたらなんとかなると思って逃げたんだけど、そいつがえみたいなはぁみたいな感じで俺のとこ逃げてきたんだよでこうやって止めようと思ったらそいつの追いかけてた目、はい、もう巨人の星だから、もう炎だから、はぁみたいな感じでこうだよなんていうの、人間が必死になった顔怖いよ、血の手がね切れてる状態、それセンターまで行ってるショート行ってレフト行ってみんな守ってくれるんでセンターまで行って、まあね、そういう笑い話があるね、はい、ですね、まあ乱闘は見たくないけどやっぱこうそれだけ真剣にやってる姿は見たいね、うん、まあ今も真剣にはやってるんだろうけどさ、はい、より真剣な熱い戦いも、ね、まあ、期待をしたいと思いますいいのか、いいよ